します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、花キューピッドグランプリとは、フローリストが商品としてのフラワーアレンジメントの技術を競う競技会です。夏のありがとう感謝というテーマで80の作品が展示されておりました。プロがプロとして商品の技術を競う厳しいコンテストです。それではまず最初に花キューピッドグランプリの優勝者の表彰を行いたいと思います。それでは本日の審査に当たっていただきました審査員の皆様をご紹介いたします。審査員の皆様、どうぞステージにお越しください。皆様、大きな拍手でお迎えください。それでは審査員の皆様をご紹介いたします。向かって右より一般社団法人 JFTD 公式審査員高橋陽子様、一般社団法人 JFTD 公式審査員佐々木直樹様、一般社団法人 JFTD 公式審査員森陽子様、以上3名の皆様でございます。それではここで高橋陽子様から講評をいただきます。皆さん、とっても素晴らしい作品を見せていただきました。本当にありがとうございました。こちらの部門なんですけれども、商品性を重視した審査になっております。商品性ということはやっぱりもらって嬉しいかどうか、それからいただいてお花が持っているかどうか、それからお客様がお持ち帰りだったり、こちらから配達をするときに崩れないか、そういうことを重視して審査させていただきました。いずれにしてもみんなそれぞれ工夫された中で、それぞれの審査基準がクリアされていて、とっても素晴らしい作品で、審査には大変もう苦労いたしました。疲れました。優劣つけがたい作品ばっかりでした。本当にありがとうございます。花キューピッドもこれからますます発展していくことと思います。本当にありがとうございました。高橋さんもどうもありがとうございました。審査員の皆様、厳正な審査を本当にありがとうございました。会場の皆様、改めて大きな拍手をお送りください。先生方、ありがとうございました。それでは審査員の先生方には一旦ご講談いただきましょう。ありがとうございました。さて、グランプリから3位までの入賞者はすでに会場内にて発表をさせていただきました。ただいまからグランプリ、そして第2位第3位の皆さんを改めてご紹介いたします。花キューピッドグランプリ受賞者の皆さんです。どうぞ。まずグランプリ農林水産大臣賞、花キューピッド協同組合会長賞を受賞されました神奈川県秦野市フローリスト関戸飯野翔英さんです。おめでとうございます。続きまして第2位東京都知事賞と花キューピッド協同組合会長賞を授与されました千葉県千葉市テーブルコサージュラボ田中里奈様です。おめでとうございます。そして第3位 JFTD 会長賞と花キューピッド協同組合会長賞を授与されました埼玉県越谷市黒田製菓店黒田直人様です。おめでとうございます。それではプレゼンターは一般社団法人 JFTD 川波博之会長と花キューピッド協同組合伊勢美幸前会長にお願いいたします。どうぞご登壇ください。
表彰に移らせていただきます。まずはグランプリの表彰です。グランプリを受賞されました飯野翔英様には農林水産大臣賞と花キューピッド協同組合会長賞および副賞が授与されます。それでは飯野様、ステージ中央にお進みください。プレゼンターは花キューピッド協同組合伊勢美幸前会長にお願いいたします。それでは農林水産大臣賞の表彰を行います。賞状、あなたの作品フローリスト関戸飯野翔英殿、あなたの作品は一般社団法人日本生花通信配達協会主催のフラワードリーム2012東京ビッグサイトフラワーデザイン協議会花キューピッドグランプリにおいて特に優秀と認められたのでこれを賞します。平成24年6月30日農林水産大臣郡司明大臣、どうもおめでとうございました。おめでとうございます。ヒーローさん、おめでとうございます。グランプリの表彰でございました。続きまして第2位の表彰です。第2位田中里奈様、田中様には東京都知事賞と花キューピッド協同組合会長賞および副賞が贈られます。では田中様、中央にお進みくださいませ。プレゼンターは引き続き花キューピッド協同組合伊勢美幸前会長にお願いいたします。それでは東京都知事賞の表彰でございます。賞状、テーブルコサージュラボ田中里奈殿、あなたは一般社団法人日本生花通信配達協会フラワードリーム2012 in 東京ビッグサイトフラワーデザイン協議会花キューピッドグランプリにおいて優秀な成績を収められました。よってここにその栄誉をたたえこれを称します。平成24年6月30日東京都知事石原慎太郎大学、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、失礼します。田中さん、おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りくださいませ。おめでとうございます。それではどうぞ元の位置にお戻りくださいませ。そして第3位の黒田直人様には JFTD 会長賞と花キューピッド協同組合会長賞および副賞が贈られます。では黒田様、どうぞステージ中央にお進みください。プレゼンターは一般社団法人 JFTD 川並博之会長にお願いいたします。それでは会長、お願いいたします。賞状、あなたは一般社団法人日本生花通信配達協会主催のフラワードリーム2012 in 東京ビッグサイトフラワーデザイン協議会花キューピッドグランプリにおいて優秀なる成績を収められましたので、これを賞します。平成24年6月30日一般社団法人日本生花通信配達協会会長川並博之。受賞された皆さん、本当におめでとうございます。会場の皆様、もう一度改めて受賞された皆さんに大きな拍手をお送りください。受賞者の皆様、本当におめでとうございました。神奈美会長、そして伊勢前会長もありがとうございました。それでは受賞者の皆様、本当におめでとうございます。皆様、大きな拍手でお送りください。神奈美会長、そして伊勢前会長も本当にありがとうございました。ご講談いただきましょう。ありがとうございました。
ではお待たせいたしました。ファイナリストの発表ですが、フラワーデザインプロジェクトリーダーの澤田正信より行います。澤田リーダー、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。クリエイティブリーダーの澤田でございます。大変、長らくですねお待たせをいたしました。それでは第31回フラワーデザイン協議会2012ジャパンカップファイナリストの発表をさせていただきます。エントリーナンバー11、ゆうかえん、奈良田太一。どうぞステージにお越しください。おめでとうございます。エントリーナンバー17番、ブロッサム久坂明宏さん。エントリーナンバー8番、フローリスト、小物会、平本拓也さん。おめでとうございます。エントリーナンバー16番、カモンフラワーゲート銀座店、日和秀幸さん。エントリーナンバー19番、福原聖火店、福見雅也さんですね。おめでとうございます。エントリーナンバー7番、草津フラワー、土屋和孝さん。おめでとうございます。エントリーナンバー10番、花の近く近に分けて。エントリーナンバー13番、崩壊山口義行さん。エントリーナンバー14番、フラワーショップ花やぎ、ヤギアイム。おめでとうございます。そして10番目でございますけれども、エントリーナンバー15番、花泉大泉拓也さんでございます。以上10名のお方でございます。おめでとうございます。ではセミファイナルを勝ち抜いた10名のファイナリストの皆様が今ステージに揃おうとしております。さあこちらが10名のファイナリストの皆様です。おめでとうございます。どうぞ改めて大きな拍手をお送りください。この10名のファイナリストの皆さんが明日午後1時から行われますジャパンカップザファイナルで日本一の座をかけてその技を競います。それではファイナリストの皆さんが退場されます。どうぞ大きな拍手でお送りください。
そして発表してくださいましたサークリーダーもどうもありがとうございました。いよいよ明日午後1時フローリスト日本一の座をかけてジャパンカップザファイナルがこちらのステージで行われます。皆様どうぞ明日もこのステージにお越しください。また本日のセミファイナルの作品はこちらの客席の後方に展示コーナーを設けまして明日の会場時から展示をいたします。ゆっくりとご鑑賞くださいませ。以上ジャパンカップファイナリストの発表でした。皆様どうもありがとうございました。